エフスターフィ級戦艦は、ロシア帝国海軍が第一次世界大戦前に建造した純度級戦艦。同系艦は、ヨアン・ズラトウスト。本級は1903年から1923年の艦隊整備計画枠で、国会艦隊向きに整備されたクラスであった。タイプシップは、ポチョムキン・タブリーチェスキー港にとり、 日露戦争の戦訓から上部構造物を簡素化してトップヘビー要素を減少させ、複砲の一部は 15.2cm から 20.3cm へと、口径をアップして攻撃力増加を図るとともに、76mm、ケースメート区画に 76mm 装甲を張り、甲板装甲圧を増加するなど防御力強化を図ったことが特徴である。 昇格のついた垂直に切り立つ看守から前向きに連想式の主砲等一機を配置。環境構造は司令塔を下部に組み込んだ簡素な箱型とし、その上に簡素な短脚章が立つ。環境の背後に等間隔に並べられた三本の煙突が立ち、煙突の周囲を関西を置き場とした。関西艇用のグースネッククレーンが本数が減らされ、かつ小型化された。 関西低置き場の四隅には、新設計の 20.3cm 炭素砲が配置され、ミリ 76mm 炭素側車法をケースメイト配置とされた。甲板一段下には 15.2cm 炭素側車法が、片元6機の計12機が配置された。3番煙突から、後ろは、簡便な短脚症と、後部環境。 乾板一段分下がって、後部乾板に後ろ向きに、手砲と一機が乗る。監視方向から撮影された、F スターフィー。手砲は引き続き、パターン1895-30.5砲を採用した。その性能は、重量 331.7kg の砲弾を、最大行角35度で2310メートルまで届かせることができる。この砲を、 フランス式の楕円形型の連装砲塔に収めた。不要能力は、行角35度、深く5度である。旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分1.5発である。 中間砲は前日の通り走行巡洋艦級の主砲クラスの 20.3cm 砲を採用した。本級のこの砲も他にロシア帝国海軍走行巡洋艦リューリックにも採用されたパターン 190520.3cm 砲を採用した。性能は重量二キログラムの砲弾を行十九点五度で五十メートルまで 届かせることができる。この方を前後環境の両脇4箇所にケースメイト配置で収めた。不要能力は、行角20度、深く5度で、旋回角度は左右50度計100度の旋回角を持ち、手法身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は人力を必要とした。発射速度は毎分4発である。副砲は同じく新設計の、 パターン1 8 9 2 5 2トル速射砲を採用した4 1 6ラムの砲弾を行角20度で1 1 5 2 0ルまで到達できた旋回と不行は人力で行われ左右方向に50度旋回でき不行は行角20度深く6度であった発射速度は毎分7発だった他に耐水雷艇用に パターン 1892-75mm 速射砲、単装砲がで14機、オチキス 47mm 速射砲を装砲がで6機、対艦攻撃用に 45cm、水中魚雷発射管を単装で3機装備した。機関は、フランス式のベルビール式石炭戦昇水管艦二艦22機に、直立型三段膨張式レシプロ機関2機二軸を、組み合わせ、 最大出力 1800HP で、速力16.5ノットを発揮した。航続性能は10ノットで4000回りを走れた。狭い国会の中でならば有効な航続性能である。本級の防御は、時間の手法に対し、射距離5500メートルまでならば減速走行を、抜かれず3500メートルまでならば主砲等走行の貫通を許さなかった。ありがとうございます。